はい、上智子君。はい、日本共産党の上智子でございます、えー。米価暴落問題についてお聞きします。で、この問題は事の重要性から、私ども9月24日に大臣宛に申し入れを行って、で、政府としてですね、過剰前の市場隔離をはじめ、えー、米に対するじゅ需給調整を直ちに行うことと、今年度の米の直接支払い交付金の半減措置を撤回をして。 農家の経営安定対策を取るこ,とを求めましたでこれに対する農水省の対応は、需給調整はできない、ならし対策で対応するの一点張りだったわけです、で11月14日になって、農水省はやっとです、ね、平成26年産、米等への対応についてということで発表して、まあ、緊急対策として当面の資金繰り策とならし対策の運用改善などの対策を打ち出しました。 でそこでお聞きしますけれども、当面の資金繰り対策として、農林漁業セーフティーネット資金の円滑化や実質無利子化を打ち出しているわけですけれども、これはですね、対象となる稲作農家は、えー、認定農家、修業農家、えー、集落営農だけで、それ以外の農家は対象になりません、また無利子といっても、ですね、1年目だけで10年貸し付ということになると、これ、0.45%の利子で、9年間は利子がつくわけですね。 要は借金だと、で既存資金の償還猶予もお願いベースでやりますから、これ金融機関と稲作農家の相談したいと、相談の結果、ですねできないということもあるわけですね、で結局、米価暴落で年越しもできない農家に対して、これ新たに借金をしてしのげというもので、何の対策にもなっていないんじゃないかと思いますけど、いかがですか。原経営局長大臣 あの当面の資金繰り対策でございますけれども、ならし対策はこの26年差についても措置をされているわけでございますあの、標準的な収入から下がった場合に下がった分の9割を補填するということになりますけれども、これにつきましては、3月までの価格を見るということになっております、まあ、実際上の3月の米価が分かりますのは、まあ、4月の下旬ということになりますので。 こ奈良市の交付金が出るのは、だいたい5月から6月にかけてということになりますが、それまでの間をどうやってこの資金的につなぐかというのが、今回の資金繰り対策でございます。あのご指摘がございましたように、農林業日本政策金融公庫ですが、ここの農林漁業セーフティーネット資金、これはの借りやすいように措置をいたしまして、かつ1年間については無理心するという措置まで講じているわけでございます。が出るまででのつなぎとといいうことで使っていただけば その間は無理しということになりますので事実上はこのならし対策の交付金が早めに手当てできるのと同じことになるという対策として仕組んだものでございます上智子君ならし対策の運用改善は当然のことだと思いますけども来年の5月以降の話ですよね、今の話でもでそもそもならし対策というのはこの収入変動をならすだけですからだからならしなんですけど望ましい生産者の 手ベーカー水準の実現を何ら保証するものではありません、で結局、借金でつなげということじゃないかと思うんですね、で問題はです、ね、この対策の中で農協系統などに早期の追加支払いの要請と、周年安定供給のための売り急ぎ防止対策を求めていることです、で早期の追加払いをするためには、早期に売りさばかなきゃいけないわけですよね、でそれを、えー、やるとですね、 まあ、売り出す量が多くなればです、ね、市況が悪化するわけですから、でそれを防ぐために今度、売り急ぎ防止対策を取れと、これ、全く相反することを要請してるわけですよ、こんな、ね、矛盾した要請はないと思うんですね、で本来、国が責任を持つべき時給調整を放棄しておいて、こんな矛盾したです、ね、要請をするというのは、極めて問題じゃないかと思いますけど、いかがですか。松島生産局長。 あのまず早期追加支払いについてお答え申し上げます。あの先週14日に公表させていただきましたあの農水省の対応の中で、ですね、えー、全農経済連動に対しまして、26年3枚の概算金への追加払いにつきまして、可能な限り早期に支払われるようお願いするという要請を行いました。あのこのような提案につきましてはですね通常おおお 二十六年三万円につきましては、九月から、まあ、えー、売却が始まるわけでございますけれども、一年間を通して、まあ、販売が行われるということでございまして、えー、その追加支払いにつきましては、まあ、十、十一、十二という,おいう販売が行われる中でですね、年間をついてどの程度の価格水準で販売が可能かという見通しが立つという前提でですね、まあ、あのー、これまでのお過去の経験を見ますと、えー JA によって異なりますけれども、年末なり、年明け早々に追加支払いを行われているという事態がございます。従いまして、そういったことも、過去の経緯も念頭においてですね、そういった中にあっても、早期に支払われるようお願いしたという経緯があるということでございます。また、あの、売り急ぎ防止策について矛盾しているのではないかというご指摘がございました。これはあの、 えー、売り急ぎ防止対策につきましては、これは、あの、政府ではなくて、米国機関において検討されている仕組みでございますけれども、米国機構が、自らの資金を活用いたしまして、二十六年三枚を早く売り切ろうとしてですね、収穫後の早い時期に集中的に売られると、こういったことを防ぐために、長期間かけて計画的に販売されるコミュニティに対しまして、追加的に市長される保管料について支援をするというものであるというふうに聞いております。 こうした対策によりまして、米が安定的に販売され、生産者から自宅を受けました収穫業者が、長期間かけて米を販売しても、追加的費用がかからないということであれば、米が年間を通じて安定的に販売されますので、需給状況に応じた米の価格形成に資するものというふうに考えているところでございます。上智子君。あの この,売り,場あの売り急ぎ防止対策ですね、これはの、農協系統が長期計画的に販売する米を、それぞれの農協が保管した場合はですね、えー、その保管量を米国安定供給確保支援機構が支援するということですよねで、その保管規模もですね、保管年数も決まっていないわけです、そしてその期間に保管して、結果的に販売ができなかった場合のリスク、どうするのかというと、それぞれの農協が持つというもので、 これほどですねいい加減な対策を聞いたことがないと、発表するのであれば、きちんとですね保管規模や保管年数をさらにリスク対策もですね明確なものを発表すべきだと思うんですよ。こんないい加減なものでですね政府はあの米価の対策をしたというふうに言えるんでしょうか松島局長。えー、あの米国機構および、えー、米の生産者団体にお,かれましおきましては、本年さんはですね、 概算金の幅の低下ということから明らかなように時給の緩和見通しの中で、米の,価の売り急ぎをしたことがです、ね、この米の価格の低下につながっているという共通の問題意識を持っておりまして、こういった事態を改善するたびに26年3枚の終年的な 安定的な販売ということが大事であるという認識に立ちまして、今回、農水省が発表する際に合わせて、民間の取り組みとして、こういったことを公表したいということで、私どもの発表ペーパーの中に盛り込んだという経緯があるところでございます。あの 委員からお話がございましたように、まだ具体的な内容、えー、実施時期については、現在、えー、米国機構において、生産者団体を交えて検討しているところでございますけれども、できるだけ早く検討が進むように、当方からも要請していきたいというふう,ふうふうに考えているところでございます。上智子君。とにかくね、すごくもう、いい加減な対策ですよ、これは、もう急いで出したっていう感じですよ。で、結局、これまで1万5000円支払われていた直接支払い交付金ですね、これをですね、半分の7500円にして、 で米価暴落は国として何の需給調整もしないとで年越しは新たな借金でしのげとで農協にはです、ね、早期の追加支払いのための販売促進と売り急ぐなというこの長期保管を依頼する、ね、矛盾した要請をするとてもです、ね、対策とは言えない代物だと思うんですしかも12月15日までに直接支払い交付金を支払うようにしていると言うんですけども、これまでもです、ね、直接支払い交付金は大体95%は年内に支払ってきたわけですよ。 なんか今、新たにっていうんじゃなくて、今までもそうだったわけですよ、それをあ,れあえてこう言うっていうのはね、これ、選挙目当てと言われても仕方がないと思うんですね、で問題はどの国もやられている、えー、農産物の価格支持と所得保障を政府が放棄していることだと思います、あのアメリカなんかでは、米や麦などの主要作物の生産費を確保する価格保障、所得保障があるわけです、価格あの暴落の時には3段階で保障するようになっていると。 1>, 1つは生産が続,続けられる最低水準の融資価格までの支払い、2つ目は面積当たりの一定額の固定支払い、で3つ目はそれでもです、ね、生産費の水準の目標価格に達しないときは、その差額分の不足払いとで、アメリカでもやられているような生,生産コストの賄う米政策ですね、なんでこれ日本でできないんでしょうか、大臣、お願いします。西川農林水産大臣あの。日本の農業政策の中でもですね、 価格政策がずっと支流でやってきたわけですね。えー、しかし、そういう中で、えー、WTO の問題等もあって、えー、これはなかなか理解が得られないということで、所得保障に切り替えたと。<laughs> こういうことで、えー、所得保障政策で今やっているわけでありますが、なかなかこの時給のバランスが取れなければですね、 なかなかその価格が期待以上に下がってしまうと、こういう大きな問題等があるわけであります、でそういう中でありますから、所得保障の考え方の中で、えー、今度は経済対策の中で何ができるかと、やっぱり一番は、先ほども申し上げましたけれども、需要と供給のバランスが崩れていると。 ここにやっぱり、えー、価格形成が、えー、非常に農家が困る状態だと、こういうことに、えー、なってきているわけでありますから、私どもは、えー、所得保障の中でもです、ねえー、よく需要と供給のバランスが取れるように、えー、指導を強めていきたいと、こう考えております上智子君。 あのいろいろ今おっしゃったんですけどやっぱりですね、まあ、最大の問題は政府が米の需給調整さえ拒否してですね市場に任せようとしているということだとでそれこそあのアベノミクス農政っというふうに思うんですけども今やですねアベノミクス農政の看板の農業所得倍増計画なんていうのは農村地域で現場で言えば米価を暴落させておいてね何が所得倍増かともうあの象徴の的ですよ、これは。 で生産調整を廃止してね、担い手といわれる農家でさえもう展望が持てないと言ってるわけで、この担い手が離農を始めたらです、ね、日本農業を支えられないっていう、そういう深刻な問題だということをしっかり受け止めるべきだと思います、もうちょっと時間になってきましたのであの、最後、豪雪に伴う問題についてお聞きします。今年2月に関東地方を中心に大雪で、農業用ハウスを中心に大きな被害を受けて、で農林水産省は新たに、被災農業者向けの経営対育成支援事業、 いわゆるこの農業用ハウス等の、えー、再建、修繕の助成金を打ち出したわけで、でこれはの非常にです、ね、あの自治体も含めて期待が高まったわけですね、ところがすでに9か月経っているのに、農家は助成金が届いていないという事態なんですね、あまりにもスピード感がなさすぎるじゃないかという声が上がっているわけですで、農業用のハウス支援事業の要請額と支払額はどうなっているのかということで、改めて調べてみたら、埼玉県でいうと、要望額は130億円。 で支払い額は32億円、群馬県は要望額154億円、支払い額は100万円、栃木県はです、ね、要望額が43億円に対して支払い額2800万円、茨城県は24億円の要望に対して支払い100万円ですよ、なんでこれしか支払えてないんでしょうか。か岡原経営局長 あの、大雪対策の被災農業者向けの携帯育成支援事業の関係でございます。あの、これにつきましては、市町村から都道府県県有で、国の方に対して事業計画が提出をされまして、本日までに総額で615億円の都道府県に対する配分通知を行っております。で、さらにこの事業の着工に必要な金額といたしまして、これは都道府県からの交付申請を受けるわけでございますが、これに基づきまして、312億円、これを都道府県に対して交付決定を既に行っております。 でこの国が交付決定を行った分につきましては、市町村都道府県から概算払いの請求が行われますと、まあ、すぐに国から都道府県に概算払いを行うということになっておりまして、 え本日までに都道府県に対して行った概算払いは58億円ということでございます。まあ、現時点でのこの事業の申請者、あ全部合計いたしますと3万6000名いらっしゃいます。えー、それぞれの地方公共団体で、まあ、相当事務の負担が大きくなっているということもあるかと思います。それと撤去は大体のところが終わっておられると思いますけれども、ハウスの再建まで至っている方がそれほどまだ多くはないと、まあ、いうことがございまして、 この外産払いの申請がまだそれほどペースが上がっていないという状況にございますですが一日も早くこのお金をきちんと交付をしていくということが大事でございますので地方公共団体とも連携を密にしいろいろ協力もしながらできるだけ迅速に支払いをしていきたいというふうに考えております神、はい、智子君すで、ね、にその申請をねこう申請してきたと思ってるのに農家の手元に届いてないと。 それで2年もね、これ休まなきゃいけないってことになったら、もう続けるかどうかってことも考えているっていう状況があるわけです。であの、あの群馬県なんかは申請を打ち切ったっていうふうにね、言われていて。これはあの、ちょっと時間もあれですけれども、後で聞いたらその後からね、さって上がってきてるのは、えっ、ー、と。対応しているという話なんですけど、それちょっと確認します。ちゃんと対応されてるんですね。奥原局長、えー。この事業の実施に当たりまして、えー、各都道府県の方では。 この事業に要する費用ですとか、補助金額を把握するために、一定の期日を定めまして、市町村から事業計画の提出を求めたものと、まあ、いうふうに認識をしております、えーまあ、特にこの被害が甚大でありました、群馬県ですとか埼玉県。 こちらのは申請者の数も多いということもございまして、処理の確認等に時間を要するということも想定をして、早め早めに対応を行ったものというふうに聞いております、ただこれはあくまでも作業上の一つの期日でございまして、群馬県の方でも9月の9日を期日として、市町村から一旦この事業計画を提出を求めましたが、この期日を過ぎたからといって、申請を打ち切るということではございませんので、これ以降に提出された事業計画についても、随時受け付けているというふうに承知をしております。 確認しました、もう最後ですけれどもあの自民党政権に復活して2年経ったわけですけれどもね、結局あの、農民が望んでない願ってないような TPP はどんどん推進すると日後、EPA もこの間十分な審議しないで決めるという形で不信不安を広げているということなんですね。その一方でですね、こういう米価の問題とかあるいは豪雪の問題とかもう機敏に対応しないとこういうやっぱり農政というのは本当にこう力の入れ所が違っているんじゃないかと。 思うんですねでやっぱり安倍・農政のねこの2年間見ての実態だといううに思いますしこれ以上やっぱり続けることが農民、農家にとっては非常に不利だということではあの国民はですねもう早く審判したいと思っていると思うんで解散・総選挙でですねぜひこれは国民に信用を問うていただきたいということを最後に述べまして質問を終わります。